やる気奮起、達丸です。リンさんです。リンさんがってことはよ。そしてシールの方ももちろんございます。全32種類、うん、バンダイマニア届ける花丸、なえまるです。はい、今日はですね、皆さん私の大好きな銀玉のアイテムを紹介していくんですよ。さらにですね、今日はこちらの現場に豪華なゲストが来ております。自己紹介をしていただきたいなと思います。それではお願いします。やる気奮起、達丸です。あれでね、達丸じゃねえだろ。違う、バキ丸の方が良かったです。バキ丸、バキ丸ぐらいにしとけよ。坂田金属役の杉田です。肌が残ってる。あーどうも、瀬村新八役坂口大輔です。お願いします。坂口大輔の関宮です。よろしくお願いします。あっともわけにはいかねえだろう。ありがとうございます。今日はですね、皆さんに来ていただいたっていうのが、うん、こちらのニフォルメーション銀玉シールウエハースが登場したということで、うん、はい、皆さんと一緒に紹介したいなと思ってお呼びしたんですよ。シール付きのお菓子が出るのがね、はい、人気コンテンツの証なんで嬉しいですよ。いや、人気コンテンツですよ、本当に。銀玉といえばもう20周年。20周年です。そうですよ。いろんな人に愛されてますから。おお、はい、いつの間にそんなことに。すごい、なんか改めて聞くとびっくりしますね。びっくりするね。あまり時間がないから。20周年を振り返りつつ、はい、うん、今日はこちらのニフォルメーション銀玉シールウエハースを紹介していきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、それでは早速やっていこう。バンマリン。はい、それでは早速開封といきたいところなんですけれども、はい、その前にまずこちらのニフォルメーション銀玉シールウエハースについてご説明をね、させていただこうかなと思います。パッケージがですね、2種類ございます。もしよければ手に取っていただいても大丈夫です。好きなキャラクターが大きく描かれたものと、たくさんラインナップが描かれたものとあるんですけど、ご覧になっていかがですか。どちらにも銀さんがやっぱり描かれてますね。個人的にちょっとジャストウェイいるの嬉しいです。お、さすがです。ジャストウェイにこだわるな。さすがですよ。もう最初のね、工場から出会って。工場からね。ですよね。はい。そしてこの中なんですけども、うん、開封すると中にはウエハースとシールが1枚ずつ入っております。はい、ウエハースはなんと甘いものが好きな銀さんにちなんで、うん、はい、いちごクリーム味となっております。あ、そこはそれか。あ、そうなんですよ。はい、ちなみにあれですかね、杉田さんはいちご好きですか？メニューとかで見かけると、はい、なんか頼まなきゃいけないような妙な脅迫観念からくる時が。なるほど、もう慣れきっちゃってる。周りにこう、なんかこう人がいたりするとなんか期待されてるのかな。あ、なるほど、そうなんですね。今回もですね、もうあの満足のいく味となってると思いますよ。はい、ぜひぜひ楽しみにしていただきたいんですけども、はい、はい、そしてシールの方ももちろんございます。全32種類、32種類たくさんラインナップされているんですよ。はい、なんとですね、ノーマルとレアがですね、うん、メタリックとエンボス加工という加工がされているシールになっておりまして、それだけでも豪華なんですけども、うん、スーパーレア以上はですね、キラキラと輝くホログラムも施されております。さらにこの中にはですね、シークレットが2種類いますか。いるんですよ。大事です、シークレット大事です。はい、もう私もまだ知らないですし、はい、もう本当に画面の向こうの皆さんも知らない、知らない、すごい楽しみなシールで、もし入っていたらですよ、はい、もうぜひ皆さん見ていただいて持って帰っていただければなと思うので、もうそちらも狙っていただければなと。大輔さん、シークレット何だと思いますか。僕は実写のゴリラだと思います。あー、原作者じゃねえか。はい、それはもう期待して見ていただければなと思います。はい、ちなみにあの皆さんはこのキャラクターがラインナップされてたらいいなとか、されてるかなみたいなのってありますか。パンデモニウムじゃね。大輔さん、そうですよ。なるほど、そうですよね。杉田君がジャストウェイだって言うと、まあまあ、ジャストウェイがいたっていいんじゃないだろうか。あるといいですね。絶対ないって顔するんだよ。だからもう寝るから言うんだよ、みんな言うんだよ。そうですよね、ジャストウェイもサドハルもいるんだよ。確かに、本当に思い思いのキャラクターがライブされてることを祈りつつ、キャラクターしていきたいなと思います。はい、バンダイマニア、それでは早速開封をしていきましょう。よっしゃ、今日はゲームもね、一緒にさせていただこうと思います。はい、題しまして、歌舞伎町に大集合、銀玉ビンゴゲーム。
まずですね、こちらの方にですね、私マスをご用意いたしました。 3×3 のマスでございます。はい、こちらの方にですね、今回のニフォルメーション銀魂シールウェハースにラインナップされているものを書いていただきたいなと思います。何でもいいですね。ちょっとルールがありまして、シールにはレアリティがあるので、まずノーマルから4枚レアから2枚、はい、そしてスーパーレアから2枚、最後銀玉レアから1枚を選んでいただきます。選び終わりましたら1人ずつ開封をして、選んだシールが出たらこの書いたマスにですね、丸をつけていくというようなルールになっております。わかりました。はい、1列揃えば1ポイント4周して最後に一番得点が高かった人が優勝です。なるほど。はい、はい、優勝した方にはなんと豪華なプレゼントもございます、ぜひね、頑張ってみてください。はい、はい、やりましょう。いや、何を書かれるのかね、多分皆さん期待してますよ。真ん中が一番出やすいやつをいくのが、まあ、セオリーですね。セオリー、はい、なるほど、そういうこと。そうそう、真ん中向かないとね、やっぱりね。あ、そっかそっかそっか。あ、ちょっと待って、じゃあもうこの子真ん中にすればよかった。かわいい。こういうことですよ。よろしいですか。それぞれどういう感じで書いたよみたいなのを教えていただけると。いや、真ん中は一番抜きやすいでしょう。うん、ザキが出るでしょ、真ん中。ザキはね、私もザキ入れた。やっぱザキは入れときたいですよね。あとはカツラが好きなのでカツラを2パターンほど。マジ？両方ね。レアのカツラとスーパーレアのカツラを入れました。ラズラーですね。最高です。そんな感じでございます。ありがとうございます。じゃあ杉田さん。はい、まあ、真ん中を銀時レア割にして、あとはもうなんか欲しいものを順に並べてったらこうなりました。あとカイーダはね、分かりづれんのよ。ひときわカイーダが浮いてるのよ。そうだ、中の人なのよ。では、ふみなさんはどうでしょう。私はこんな感じになりまして、かわいい、はい、うんうん、身の回りの人々で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 、大丈夫、サダハル、サダハル行ってないね。絶対出ますよ。おお、楽しみですね、はい、ありがとうございます。はい、バンマリン。それでは、皆さん早速開封していきましょう。開け方にこれ人間性が出ますよ。確かにそうですね。人間性、そういうと開けづらいんだけど、こうハサミでこう開ける人もいる。そうなんですよ。ハサミがもうよくご存知で。あー、綺麗に。わー、そこで開けた。もういきなりイチゴの匂いするんだけど。そうなんですよ、イチゴの香りがすごいいいですよね。あー、やってくれるわ。やってくれるわ。もういきなりだよ、おい。だからさ、これはそういう運命で繋がっているんだな。まあ、ぼかし入るのか。はい、もうモザイクでしてください。さあ、一発目なんだよ。まさかの。私生活の引きもね、これくらいいいといいんだけど。何の引きだよ。ということでですね、あのシークレットを控えた方はですね、無条件で1ポイント。なんだそれ。プレゼントということなので、もう杉田さんは早速1ポイントゲット。早っ。となっております。はい。やったー。はい、ジャストウェイ。ってことはこれ、杉田くんが丸つくってこと、そうです。杉田さんが完全に杉田くんにアシストしただけじゃん。ついちゃいます。お、食べていただいた。うわ、こうですか。いちごはうまいね。うわー、やりました。ありがとうございます。おー、丸がしかもそれでした。あー、もうちょっと待って、私描いてないよ。お、見てなー。朝坊さん、はい、あー、いねー、いない、誰か、誰もいねー、おっさん誰もいねえ。一巡目は、一巡目はこんなもんやね。どなたも空いていないということですね。まあ、ジャストウェイだけが空いたと。はい、ありがとうございます。お、見てるか。こちらさん、私のシールは、はい、アサリー、カード取った、カード取ったよ。はい、カード取りましたよ。ありがとうございます。こちらですね。いや、ありがとうございます。よっしゃよっしゃ。あー、アサリー、お、やった。ハニー大作戦です。近藤さん、近藤さんや。近藤さん。よし、やった。割と入ってるんだ。わしも行ったね。近藤さん好き。近藤さん好き。お、ハニー大作戦。いやいやいや、俺はまだリンゴ感がないね。まあ、もうちょっとですかね。杉浦さんはまだ、まだ全然開いてないです。ここで開けましょう。はい。じゃじゃーん。これ書いてる人いるじゃないですか。はい、リーチだ、リーチ。おお、リーチですね。いい感じだね。いい感じですね。よきよき。
はい、お山崎です。ザンキやったー、見とったー、見とったー、見とったー、あんぱん、よし真ん中来たぞ。ダブルリーチ、皆さん、ダブルリーチ、ダブルリーチ、よっしゃ、じゃあ、はい、わしや、わしや、次の番ですね。あやったぞ、かわいい、さだはるだ、なんか私も急にリーチになりました。やったー、最高じゃないですか。そうですね、流れは来ているね。来てますね、これね。あ、もう来てない。あ、もう来たかと思ったら、お兄ちゃん、お兄ちゃん、あースーパーレア、カムイ、カムイ、お兄ちゃんいないわ。カムイが来たー、ね、いない、いないっす、いないっすな。おーっと、ジュニアさんが書いてない、多分40目ですけどね、これ最後や。はい、今のほう杉田くんが1ポイントそうですね、1ポイント。そうだ、これ、あれもビンゴしないと終わる。そうですね、じゃあ終われないですね、さすがに。確かに。あー、落ちました。相変わらずです。そうですよ、うーちゃんって打ち上げなのでよくあるパターンです。あと1枚が開かないな。あれ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 、俺で決めればいいんでしょ。うわー、なんかすごい感じが。はい、銀ちゃんっすわ。銀さんです。銀さんがってことはよ、揃った。こちらですね、銀ちゃんが、はい、出ております。ちょっとここで、あの、特別にあの、おねだりしたいんですけど、もしよければ、銀さんのセリフをですね、何か言っていただきたくて、いいですか。これですね、この顔か。はい、じゃあやってみますね。はい、俺ももう、ジャンプ卒業しなきゃいけねえ年だな。ジャンプっていいな、だってなんか燃えるもん。おい、するわ。本当ですね、ビンゴ。もう2ポイントじゃねえか。2ポイント。おー。では、あとは残りの開封も。はい。そっか、ここで終わりじゃないんですね。はい。まだ僕もビンゴの可能性を残してます。うん、私もすごいあるんですよ、可能性だけ。可能性だけ。はい、俺カツラ来たらダブルビンゴだから。お、私だってすごいんだから。あ、あ、もうじゃん。やったね。見てるかシップ。また俺の登場だ。はい、どう。ジャストウェイ役じゃないのよく言われますということで、ね、ね、40回りましたね。回りました、見せていただいて。これね、よく打ち上げでやるわ俺。あと1本出ないのよ。ゼロポイントですね。私もめっちゃ惜しかった。ゼロポイント。聞いてくれたおかげですよ、ね、はいはいはい、ありがとうございます。しかもジャストウェイが2回出るでしょ、はい、ということで、杉田さんが2ポイント、2ポイントで、優勝者は杉田さんです。はい、うん、ということで開封してたくさんのシールを見てきたんですけども、うん、もうまだまだラインナップされているんですよ。おい、はい、ということでですね、今回は特別に全ラインナップをご用意いたしました。ありがとうございます。見たいですか。見たいです。本当ですか。じゃあもう早速見ていきましょう。こちらです。おー、はい、どうも、はい、ということで、はい、こちら今あの飾ってあるの、うん、上側がですねノーマルとレアになっておりまして、うん、下側がスーパーレアと銀玉レアとなっております、うんうん、改めてね、やっぱりあの下の方はホログラムでキラキラしておりますね。いろんなやっぱり角度で光りますよね、キラキラっと。エンボス仕様はですね、あの、うん、触るとですね、あのデコボコっとするような、ちょっとザラザラっとするようになってますので、うんうんうん、もうね、皆さんぜひぜひこちら集めて、いろんなところでね、飾ったり貼ったりいただきたいですね。はい、財布では出なかったんですけど、うん、やっぱりあの新八と神楽もこうね、ラインナップされているので、うん、すっかり忘れてた。はい、もうぜひぜひ。やっぱりこのなんでだとかなんで、なんでだとか、うん、そうですね、台風の時におねだりできなかったの で、 なんですって。ここでもうちょっとあのセリフをですね、一言新八でおねだりしちゃいたいんですけど。この顔でですか。じゃあちょっとお願いします。まあこれに合うんだったらね、なんでだということでと言ってしまったらあれなんですけど、このタイミングでですね、釘宮さんにも、もしよろしければ神楽のセリフをお願いしたいです。いいですか。ありがとうございます。いただきます。さだはる、お散歩行くある。神楽は完璧だったのよ。その後謎のさだはるがいたのが気になった。ちょっとありがとうございます。
そしてやはりここには出てないシークレットっていうのも気になりますよね、やっぱり。ということで、そう、皆さんには特別にお見せしようかと思いまして、ただ画面の皆様には見せられないので、ちょっと下の方でスーッと回しますので、良くないものになってます。楽しみになるような一緒だ、一緒だね。クラスでよくこんな手紙回ってきた。一つはね、もう見たと思うんですけど、片方がこうなら、まあこうなるよな、こうなるよなというようなリアクションですね。まあそうよ、まあそうね。なるほど。これでね、もうあのテレビの前の皆さんも楽しみになったということなので、もうぜひぜひ、まあ実写のゴリラではないってことですね。違いました。そうですね、次回ね、次回に行きたい。はい、ありがとうございます。バンダイマニア。はい、ということで今回は坂田銀時役の杉田智和さん、そして志村新八役の坂口大輔さん、そして神楽役の冬宮理恵さんにお越しいただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。一緒にニホルメーション銀魂シールウハスを紹介できて本当に光栄でございました。たくさん開封したということで、改めてちょっとお一人ずつ感想を伺いたいなと思いまして、じゃあ、杉田さんからお伺いしてもよろしいですか。そうですね、収集癖ってそんなにない方だと思ってたんですけど、やっぱり1枚なんかこう手に入れると、そこからなんかこう自分だけで組み合わせで楽しみ方って自分で見出せるんで、はい、プライベートで買って自分好みにファイルを仕上げるのが今なら楽しみです。はい、ありがとうございます。坂口さん、はい、美味しかったです。いやいや、大事なんですよ、ウェハースは味大事なんですよ。シールも大事なんですけど、やっぱりね、みんなが美味しく食べられるのが一番なんで、非常に美味しくいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。一番食べてらっしゃいます。ありがとうございます。では冬宮さん、はい、こういう形で紹介できるっていうことで、普段だったら一つ開けるのにも緊張しちゃってドキドキしてたんですけど、なんかいっぱい開けられてなんかうわーでした。これ贅沢だな。そうなんですよ、こんなゴージャスなことなかなかできないと思ってすごい楽しかったです。ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。ということで、開封した結果、杉田さんが優勝されたということで、はい、うん、あ、そうや、そう、覚えていらっしゃいますでしょうか。なんとですね、優勝者にはですね、はい、プレゼントがございますと。出したジャス2枚もらえ、いいっすよ。簡単に終わったな。せっかくなのでプレゼントということで、はい、今回のシールのラインナップ全コンプリートしたセットをですね、お渡ししたいと思います。引く楽しみが。モノローグ良くない。モノローグはね、ただ漏れだったの。本当は実家に飾ります。ありがとうございます、うん、はい、ではここでですね、お知らせを簡単にさせていただこうと思います、うん、今回発売を記念してプレゼントキャンペーンを実施いたします。バンダイキャンディ公式 X の該当ポストをリポスト&フォローしてくれた方から、抽選で20名様になんとワンボックスをプレゼントいたします。そしてさらにその中から選ばれた3名の方には、杉田さん、坂口さん、宇宮さんのサイン入り色紙をお渡しするというふうになっております。本当にこんなチャンスはねないですから、もうぜひぜひ皆さんチャレンジしてみてください。ニホルメーション銀魂シールウェアハースは4月8日発売予定です。皆さんぜひぜひたくさん集めてみてください。このアイテムが気になったら概要欄をチェック。チェック。高評価、早い早い。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。相撲な。張り手ダンス。バイバイじゃねえよ。